はい、今回はですね、ほうれい線と血流の関係についてお話ししたいと思います。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンジです。今回は、ね、健康に関するアイデアとか老化予防のヒントですね、新たにお届けしたいと思います。はい、今回ですね、やっぱ質問にあったですね、そのほうれい線の動画を僕のね動画を見た時に、あの血流とどんな関係あるんですかみたいな話があったんで、そんな質問があったんで、ちょっと今回ですね、ちょっとまとめた動画をですね、ちょっと配信させてもらいたいと思いました。またこれでですね、見てですね、あなたのですね、その老化予防の、まあですね、知識であったりとかですね、健康に関する情報がですね、しっかり届けばなと思っております。で、僕はですね、いつも言っているその炭酸のスプレーですね、このスプレーは、空なんですけども、こっちですね。はい。こうですね。このスプレーは空ですけど、こっち入ってるんですけど、これまだ使っていけたらなと思うんですが、僕いつも言ってる毛細血管を拡張させて血液の循環を上げるっていうことなんですね。まあ僕これをですね、この世の中全国に広めていきたいということがむちゃむちゃあるんですね。まあ健康寿命を伸ばしたいとかですね、例えば若返りしていきたいっていうかですね、そういう方もいてるじゃないですか、世の中。まあ老化したい人なんていないと思うんですね。若返っていきたいと思うんですよ。で、僕ですね、やはりこういう仕事をしているから、正しい老化予防、正しい健康寿命を伸ばすっていうのをすごい考えて意識して、配信してます。で、僕もですね、その炭酸を使うことによって、その炭酸の可能性であったりとかですね、施術の可能性であったりとかですね、そういうものを見つけて、こういうお届けさせてもらってるんですけど、やはり何ですかね、結構情報操作というか、健康寿命でね、平均寿命長いけど結構寝たきりの方とかですね、薬漬けの方が非常に多いわけですよね。だからそういう方を救いたいのももちろんなんですけども、僕たちこれからの世代の人間がですね、そういう意識じゃなくてですよ、健康に自分の体で五体満足動きながら、寿命を伸ばしていかないと意味がないんですよね。寝たきりで、果たしてですね、本当に長寿と言われてですね、誰が幸せなのかっていうところなんですね。そこを僕はですね、しっかり考えていきたいと思ってるんです。だからこういう動画を撮ってですね、一人でも、僕の動画に見ていただいて、僕の動画に触れていただいてですね、ちょっと考え方が変わったりとかですね、こういう配信を見てですね、ちょっと意識が変わったとかですね、そういう方がいればと思って僕動画配信してるんですけども、引き続きですね、今からほうれい線と血流の関係ということでお話したいと思います。で、今回ですね、血流、まあ、いや毛細血管ですね、毛細血管っていうのはですね、全身に張り巡らされてるんですよ。で、これどんな量かというとですね、前回の動画でも言いましたけど、 99% 血管という分類の中でいくと 99% が毛細血管と言われてるんですね。まあ、その中でですね、まあ、確かに多いんですよ。多いんだけど、どんだけの長さかっていうことをちょっとね、ある文献で見たらですね、地球2周半2周って書いて2周分2周半って書いてましたね。地球2周半ですごくないですか。自分のこの体に毛細血管がずーっと一本でこうやっていくと地球2周半しちゃうらしいんですね。恐ろしい血管の量じゃないですか。その血管が全身張り巡らされてるんですね。だから僕はですね、過言ではないぐらい言いたいのが、血流を整えたらですね、どんなことでもね、不調は解けるんじゃないかなと僕は思うぐらい、毛細血管のことをすごい、でもですね、崇拝してるって変な言葉ですね。毛細血管を軽く見ていないで重く見ているって感じですね。毛細血管さえ整っておけばですね、他のその病気であったりとかですね、防げるんじゃないかなっていうぐらいのですね、心持ちで解説しております。で、この血行が良くなることによってですね、いろんな、言えばですね、効果というか、効能、いい効果、効能があるわけなんですね。よく言われるのはお肌、このね、僕の動画見ている方はですね、その美意識が高いんで、お肌の方から話していきますと、血行が良くなったら、お肌のターンオーバーが整いやすくなるということなんですね。当然血流っていうのがですね、お肌の整えるのに必要不可欠のものなんですね。血液の中のその血中に酸素っていうものがあって、その酸素が何かというと栄養素を送り届けるために必要なものなんですね。で、血流が良くなると酸素量っていうか酸素の供給する量が増えるっていうことは、再生作用も上がるっていうことなんですね。なので、筋肉の硬いところももちろんそうなんですけど、お肌のターンオーバーも効果があるっていうことなんですよ。だから僕はですね、毛細血管って非常に大事だなと思ってます。で、次がですね、筋肉や内臓にもですね、状態アップっていうことなんですね。今ちょっと言いましたけど、筋肉の状態ももちろん良くなります。硬くなっているところって基本ですね、肩こりもそうなんですけど、血流が悪い、結局血行が悪いですよねとか言われたりすることってあると思うんですよ。整骨院とか、整体院とか行ってですね、肩が硬いのはちょっと血行ここら辺凝ってますねっていう、凝ってるイコール血流が悪いって僕は解釈してます。で、血流良くすればですね、肩を叩いて刺激することによって血流が良くなって、
まあ、血が巡ってくるってことなんですね。で、筋肉柔らかくなるっていうのがまさにそれが答え、シンプルですよね。このシンプルな話を僕はやってるんですけども、これがまさにですね、ほうれい線と血流の関係、まあ、ほうれい線だけじゃなくてマリオネットラインとかもそうなんですけど、他のさまざまな目地のシワもそうですね。そういうさまざまなシワに血流っていうのが関係しているっていうことは過言ではないと思っております。で、実際ですね、血流によってですね、顔の血流、まあ、顔だけでいくとですね、顔の血流が上がることによって得られるものっていうことですね、6個かな、6つぐらい書いてます。6個書いてるんですけど、1つずつ解説していきたいと思うんですけど、乾燥肌、これ乾燥肌もですね、確実に潤ってくるじゃないですか。なんだったら化粧水ペタペタとかね、かけててもですね、何時間後にはまた乾燥してきますよね、表面からね。でもですね、体内のその血液の循環が良ければ、その乾燥肌の速度もですね、乾燥肌の速度がこう縮まるらしいですね。なので、血液の循環というのは非常に大事だということなんですね。で、2つ目は、まあ、むくみですね。むくみもですね、筋肉の動きが悪くなったらむくむという解釈してもらってもいいと思います。簡単に言えば、むくみの原因というのはね、ふくらはぎとかもそうなんですけど、やっぱ筋肉の動きが悪いからそこに滞留しちゃうわけですね。老廃物もそうですし、そのリンパの流れもそうなんですけども、そういう滞留する原因というのは血流が悪いからなんですね。で、滞留というか血流が悪いっていうことからむくむっていうことなんですね。これふくらはぎも今言いましたけど、顔も当然出てきます。で、顔のむくみと、まあ、足っていうふくらはぎはね、結構むくみやすいって言われるわけなんですよ。で、これをですね、解決するために血流アップっていうのは必須なわけなんですけども、次ですね、3つ目、たるみ。これたるみもですね、前回の動画でも言いましたけども、血流が悪くなるとむくんできて、むくみが出てくるがたるんでくる、たるんでくるから、シワができるっていうこの順番ができております。なので血流が悪くなるとですね、シワももちろんね、シワももちろん、ほうれい線ももちろんですし、たるんでくるっていうことですね。で、ここにも書いてるシワシミもそうですね。シワもそうですし、シミは、いわばターンオーバーですね、ここの関係があります。なので血流を良くしておけば、この乾燥肌、むくみ、たるみ、シワ、もちろん絶対効果は出ます。はい。で、あとその前も言いましたけど、40代50代同じ年齢の方で同じような生活、同じようなことをしててもですね、毛細血管の量で変化があるんじゃないかっていうことを考えております。で、あなたの周りもですね、同じ同級生とかでもですね、あら、顔の、シワがある人と顔のシワがない人いてるなとかですね、シミが多いなっていう人もいてると思うんですけど、これおそらく僕、毛細血管が、関与してるんじゃないかなって考えたりするんですけど、僕のところで毛細血管を測定するね、そういう指入れてですね、毛細血管の量とか調べれるものがあるんで、またね、僕のところ興味があって来たいってあれば全然やりますんで、やりますんで言ってください。はい。まあ、そんなことはさておきですね、あと小顔、もちろんそうですね、むくみ、たるみとか取れることによってですね、小顔効果、いわゆるですね、たるみが改善、むくみが改善することで、リフトアップすることによって、当然顔も小顔になっていく、当たり前のことです。もうこれは血流が上がれば当然顔の、効果がですね、出てくるってことなんですね。はい。で、最後6つ目、これ顔色の改善もそうなんですけど、僕のね、整体来ていただいた方は分かりますし、このスプレー使ってもらっても分かるんですけども、これかけたら顔色変わります。はい。間違いなくですね、血色良くなるんですね。これも完全に血流の話なんですけども、ここまで細かく言えばですね、ほうれい線と血流の関係っていうのは、ね、ここであなたも理解できたと思うんですけど、血流良くなればですね、乾燥肌も良くなるし、むくみもそうですし、たるみももちろん取れます。で、シワシミの改善もできるし、小顔効果、もちろんここら辺のこの234が解決したらですね、小顔にもなります。で、さらに血流良くなることで顔色の改善ということですね、もちろん全部血流というのは関係ありますということですね、お伝えしました。で、今からですね、僕がですね、簡単なセルフケアをちょっと3つだけ、今回はツボ編でいきたいと思います。で、ここに書いているですね、ツボなんですけども、この目頭ですか、ここのツボと、ここの胸梁というツボと、ここの腱梁というツボですね、これをちょっとやっていきたいと思います。で、せっかくなんでね、この炭酸っていうのを使って、
シュッとこう顔にかけてですねやっていきたいと思いますけど、これなければですね、まあ化粧水とかでもしょうがないですね。炭酸のこの効果使えなかったら、あなたのお使いのですね化粧水を使ってください。で、僕は炭酸使ってるのはですね、まあ血管毛細血管を拡張させるためにやっております。まあ僕のですねセルフケアはですね、普通のセルフケアよりもですね2倍も3倍も効果出やすいです。当然毛細血管を拡張させてるから当然なんですけども、そういう使い方っていうのをねやってほしいと思います。っていうのはですね、ほうれい線とかでもそうなんですけど、あの毛細血管を拡張させるっていう効果を使う方が、その普通のセルフケアよりも何倍も速度が、老化速度というかですね、効果の速度ですね、施術効果でもそうなんですけど、効果が早く出るし、その分期待効果も長くなるわけなんですね。だって僕がこの顔の炭酸かけずにやるのも効果あるんですけど、それよりもさらに、早くこう結果出て長く持つって、なんかもうすごいものなんですよ、炭酸っていうのはね。だからこれじゃなくても炭酸水とか使ってもらって一回試してもらっていいかなと思うんですけど、で今かけて、ここがですね三畜やったかな、三畜っていうところですね。ちょっと一回チェックしますね。ちょっとチェック、名前だけチェックしたいと思います。うん、三畜やってましたね。はい、ここを押さえます。こういう感じで下からここにねくぼみがあるんです、目頭のここにね、ここに下から上に押すような感じでグーッと押してください、はい、これがですね顔の血行良くなるツボなんですね、はい、結構 目の周りのね目のむくみのケアとかでもここセルフケアでお伝えしてますけど、ここをグーッと下から押して10秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って出てください、はい、今ね片方両方出たけど気持ち悪かったんでやりました。で次ですね、この鼻の下の、ここですね、はい、ここが橋梁でしたっけ、はい、これも下からグッと上に上げてください。でこれも10秒キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね、はい、ここも下から上に押してやってください。で次横にずっとまたこの延長でですね、ここは黒目の下のここですね、鼻と黒目の交差点がここですね、はい、でその横さらに横に行って、ここがですね建築って言ってますね、下から上ですね。僕もですね、自分の施術がですね、経絡を使った施術なんで、結構ツボの名前もですね、覚えてたんですけど、だからやっぱり経絡は覚えてるので、ツボ一個一個はちょっとね見ないとチェックできないんですけど、下から上ですね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね、はい、これをすることによって血流が上がるというこの3つのツボですね。これをやって、あなたのですね、そのほうれい線であったりとか、そのこれですね、むくみたるみにもセルフケアとして効果が出るんで、一度ですね試してみてください。またですね、ほうれい線を消したいというのをセルフケアは出しておきますし、あの他のね、悩みのむくみたるみもそうですけど、関連動画をね、貼れるだけ貼っておきますんで、よかったらそちらの方を見てください。またね、動画良かったなのでいいねのボタンをね押してもらいたいのと、またこれもねスプレー興味があったらまた概要欄に貼っておきます。で僕ですね、コメント欄にはですね、僕のその生態炭酸生態っていうのをですね、いわば勉強会っていうのもやってますんで、よかったらですね勉強会に興味があったら、一度僕のですねこの勉強会に来てもらって一緒にですね炭酸の効果とかですね、炭酸のその、不思議な力をですね一緒に僕と、ね、ワークショップみたいなしたいと思いますので、ぜひですね下にコメント欄にそちらでね申し込み貼っておくんで、よかったら見てください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。